こんにちは、サテイロです。はい、ということで、なんで今日ここで撮ってるかというのは、昨日の動画を見ていただければわかると思います。机が占領されていまーす。今日はね、ちょっと二人暮らしも始まって、掃除とか洗濯とかしてくれてるね、まあ、ゆいさんに、今日は感謝の気持ちを込めてプレゼントを贈りたいなと思っております。で、まあ、タイトルを見ていただければわかると思うんですけれども、私、さとひろ、ちょっと頑張って、ゆいさんのためにですね、ダイヤモンドを購入いたしました。ねえ、もうすごい頑張りましたよね。ダイヤモンド買ったんです、ダイヤモンド。あ、本当に釣りじゃないですから、ガチのダイヤモンドですからね。でもまあですよ。まあここでね、僕が普通に、はい、ダイヤの指輪って、それ違うじゃん、なんか。それもさとひろチャンネルじゃないわけですよ。もうそのプライベートでやれって感じじゃないですか。なんで今日はですね、ちょっと面白いものを見つけました。すごいね、軽いんですよ。はい、こちら。なんかもうちょっと箱潰れてるしね、こういう感じでプレゼントにできないじゃないですか、これじゃあ。はい、こちらございます。ババーン、東京ダイヤモンドミュージアム。ということで、こちら、ダイヤモンドの缶詰なんですよ。なんかでもね、カサカサ言ってんだ。中身はさ、やっぱまだ人にあげる前だし、プレゼントする前に俺が勝手にパカッと開けるわけにいかないので、とりあえず今、帰ってきたらね、日頃の感謝を込めて、君にダイヤを送るよ。どうぞ。みたいな感じで、ちょっとね、こう、上げて落とすみたいなことをやったら、まあ、どんな反応をするのかっていうのも楽しみですし、この中に何が入ってるかっていうのもね、俺もちょっとわかんないので、ちょっと、帰りを楽しみに待ちたいと思いまーす。はい、ということで、ゆいさん帰ってきたので、今日はちょっと僕からのプレゼントが、いいもので、多分一個も持ってないかな。ダイヤモンド。ということで今日は、ダイヤモンドをプレゼントしようと思います。ダイヤモンド？ねえ、気持ち悪いのあったら嫌だよ。ヒロ君を信じる。いやだ、なんでどうした大きい指輪ですねー。いや、見たらわかるじゃん。ダイヤモンドだよ。本物だよ。本物が入ってるから、この中には。こんなチープな入れ物に。おい、チープって言うな。早く開けてくれよ。ヒロ君、信じられない。早く、はい。だっ、あ、待って、これ。え、なになに、ちょっとやだ。ちょっとやだ。ああ、なるほど。牛？うん、ダイヤモンドなの。嘘つけ。本当に。あ、ちゃんとね、紙も入ってるよ。証明書？ダイヤモンドの話、いるか、こんなもん。見えるかな？このね、赤いシールの先端のところに、鼻くそぐらいの大きさのダイヤモンドがついてます。日頃の感謝の印としてプレゼントしようかなと思って。こんなんなってんだ。いくらしたの？これいくらか知りたい？うん。2000円。なんだよ。